モーニュレディの肉の工事肉です。ということで、まず私たちは今ですね、千林駅を通過しました。肉ちゃんお弁当に夢中ですね。千林駅はダイエーの1号店があった場所としてですね、有名なんですよ、千林駅前。あ、そんなこと言って弁当を見せようとしてる間に次の駅を通過。はい、今通過したのが滝井駅で、もうここから森口市に入りました。はい、有名なのは関西医科大学の総合医療センターがありますとか言ってる間にもう次の駅。早いな、この辺りな、町だからね。はい、これがですね、今通過したのが土井駅という駅ですね。ここも森口市の駅なんですけども、ここはね、森口城の土塁があったの。土塁のことを土井っていうみたいで、それで土井という駅名になってるみたいですよって言ってる間にもう次の駅ね。肉ちゃんヤングコーンを食べたんですかね今ね。はい、今通過しているのが森口市駅という駅になります。はい、森口市駅はなんか京阪百貨店との本店と本社があるというですね、京阪のね百貨店の中心地ということになります。ということでですね、まだまだ都会を走っているんですけども、だんだんですね窓の外をずっと見てるとですね、もうこの辺り大変なんですよ。もう門真市に入ってますけど、今見えましたね看板。今見えた看板から分かってお察しいただいたかと思うんですけども、今西山荘駅というところを通っていて、もう門真市に入って、門真市といえば松下電機産業ということで、パナソニックの本社がある、そういった駅なんで、その関連施設なんかもね多いところになりますよね。あー、美味しい美味しい、肉ちゃん美味しい。ここの弁当、どこの弁当屋の何ていう弁当なのか全く分かりませんけども美味しいそうです。はい、と言ってる間にですね、今度はですね門真市駅というところに行きました。門真市駅についてはですね、大阪モノレールと交錯する駅になりますということで、伊丹空港にね行く方はね、ここで門真市駅でお乗り換えっていう感じで、お願いしたいと思ってます。あと門真市役所なんかも最寄り駅としてありますとか言ってる間にもう次の駅。早いね、古川橋駅に着いたよ。はい、古川橋駅は、門真市の運転試験場があって、あとはタイガー魔法瓶の本社もこの辺りにあるみたい。あー、もうね、肉ちゃんのんきに食べてるけど、私はもう今説明で手一杯みたいな感じになってますね。はい、ということでですね、どん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 、まあちょっと街からね住宅が結構見えてくる、住宅街っていう感じのところに入ってきましたね。大規模な建物もビルでなくマンションっていう感じになってきました。ということでですね、今通過しているのがですね、大和田駅という駅を通過しています。大和田駅ね、まあまたね地見えなかったみたいですけどもね、淀川、何これ、ここはね、万田のね、堤っていうですね、ところがあってですね、日本最古の治水工事をしたとされているですね、仁徳天皇が1600年前に治水工事をした万田の堤というところが近くにあるので、有名みたいですけどもね、もう、いくちゃんね、すごい、ペースで実は食べてるの知ってます？あ、今駅通過しました、ごめんなさいね。はい、茅島駅です。はい、茅島駅っていうのは、茅島っていう地名が、茅っていうのはほら川とかに生えてる茅ね、なんで寝屋川の中洲にあった茅の島だから茅島駅っていう風な名前になったんだって。っていうことで、そう、ニコちゃんがね、すごいペースで、お弁当食べてるの、皆さん気がつきましたね。ニコちゃんがね、食べてるのは、なんでこんなすごいペースで食べてるのかっていうと、これが1食目だからですね、本日。ご飯食べてなくてね、もうね、夕方に1食目迎えたから、もうガッツリちゃってね、嫌ですね、本当にね、ガッツキ女装みたいな感じで、ガッツキ女装のドキュメンタリーをですね、皆さんね、目にしてるわけなんですけども、ね、がっついてる間にですね、景色もね、もう街からですね、住宅街でもちょっとね、少し、住宅と住宅の距離が空いて
来ているような感じのところに入ってきましたけども、まあもうベッドタウンですよねこの辺ね、景色見てもね、ああこれはもう都会ではないけども、まあでも住宅が密集しているっていうか住宅が続いている地域に入ってきましたっていうところですね。でそういう風に言っていると、お弁当を食べていると通過したのが寝屋川市駅です。寝屋川市駅は、ここはね、最初はね、寝屋川駅だったんですけども、寝屋川がね、市政にあのなって、それで、昭和26年に寝屋川市駅というところになったそうです。ね、ここは寝屋川市のですね、最寄り駅、ね、寝屋川市役所の最寄り駅になってるみたいなんですけどもね、もうお弁当に夢中でわからないということで、また来週、バイバーイ。